こんばんは、ヒヨです。ではハッピーダンジョン続きやっていきましょう。悪いやつが変な工場を作って川に謎の液体を流しているんだ。俺たちの顔には死んだ魚で溢れちまってる。岸さんはどうか助けてくんろう。ガウガウ族。またガウガウ族か。ちょっと防御力上げたんで、今度はあんなことにはならないと思うんですけど。さあ、で、お、毒々しいね。あ、ありがとう。なんだ、変なやつらって。ゴブリンじゃないのか。ん、ゴブリンちゃん。いいです。ちょっと待って。暗い。こいつら着点なんだ？サンダーでもないか。すぐ弱点ないのかな。うわ、うわ、危ねえじゃん、使ってる。全滅させる。あれ、まだいるの？あ、あれか。何？なんて言った？確かにこっちは苦手だな。俺も。こいつらのキモさにも慣れてるんです。なんだそりゃ。なんか飛んできてる。
うお。暗い。うわ。変な暗い顔した。うん。工場はこの奥でさ、あ、やばいやばい、使っちゃった、もったいない。くぐれないか。あれ？あれ？君。お前こそなぜここに。庶民を叩き込ます。っていうか、ゴビに手なずけたのか。なんかキモいゴブリン。よし、犯人はあのマルクゼオか。敵に回るとは。カリシャンプー、なんだなんだなんだ、ちょ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 、ちょっと待って、暗い、当たんない、やばい、無駄だった。こいつら何弱いんだ。何も弱くないし、何も強くないのかな。シャンプー飲んだら溶けた。シャンプーなんて飲んじゃいけません。確かに。とりあえずあの沼は何なの？いや、これ。おっか。病院行ってきます。いってらっしゃい。マスコットキャラだったんですよ。ゴブベアくん。はい。どういうこと？いやもうゴブリンでしょこいつら。中身が。なんだ。なんだハトな。うわ、ちょちょちょ。シャンプーで頭が溶けた。
それは飲むとかの以前の問題だね。いっそ、ちょっと待って、つまりこいつら大野まで倒すと毒をまくっちゃうってこと？大野までなんかもう倒すと毒をまくっちゃうから、こう遠くから倒さなきゃダメってこと？ぽいな。すぐか、大野も使えないじゃん。なんとなく分かってきたね。なんか緑系の樽とか箱とかって回復系が入ってるんだね。うっそ、ダメージがでかい。まだ箱ある？ドルスキーを倒せ。分かった、遠慮なく。でもクマがいる。何してくれてん。オーナーまで倒すにしても、あ、でもドルスキーだけを狙えれば。よし、ゲイ。こうなったか。とっときの戦闘力と香り。
なんだそれは。この滑り。戦場兵は53万以上。庶民が庶民が魔法だとあんま関係ないね。危ねえ、暗い。ふう、庶民がどこに開いたの。あ、そっちね。戦場力53万まあ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 。では、今回購入しましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒーワでした。バイバイ。